今年の梅雨は広島でも大雨が降りましたが、大雨や洪水の警報、また避難情報が突然入ってきてもどう行動すればいいのか迷うこともありませんか？正直迷います。もういつ出るのかな、今なのか、ちょっとまだ早いのかとかね。そこで今回は災害に備える自らの防災行動計画、これについて見ていきたいと思います。ゲストは県で防災・減災に取り組んでいる山田理香さん。実は県では先月あるものを作りました。それが広島マイタイムライン。この実物がこちら。過去の避難行動調査の結果を踏まえて、県民の皆様に確実な避難行動につなげていただくために作ったものになります。広島県で起こりやすい風水害について学び、いざという時どう行動すればいいかを事前に考える防災行動の計画シート。その内容というのが、じゃじゃじゃん、巨大なものを見やすく作ってみました。はいはい、自治体が発表する避難情報などに合わせて、いつ誰がどのように行動するかというのをシートに書いていく仕組みになっているんですね。事前の準備の家族の中での役割分担が分かりやすいというのもポイントなんですよね。そして時系列に沿って取る行動が分かるということで、慌てず早めに行動することができるようになっているんです。これはいいですね。あればそれに沿ってっていう。そうなんです。で、県ではですね、県内すべての小学校にこれを配って学習してもらうようにしているんです。こちらで今その取り組みが行われているということなんです。ちょうど授業の真っ最中です。みんな熱心に取り組んでいますね。この日は事前に考えてきた内容をもとに、みんなで議論してそれぞれのマイタイムラインを完成させた。作ってみてどうでしたか？もし避難をするようになったら、家族みんなで見て話し合いながら避難したいです。隣の人も誘って避難場所に行くというところが大切だと思いました。防災バッグとか避難できるときに使う道具とかと一緒に置いておきたいです。誰が何をするかも決めているので、早く出れるようになるのでよかったなと思いました。みんなでまず話し合って、もっと直すところがあったらもっと直して、みんなの手が届く場所に置いてみたいなと思いました。子ども発信っていうのがすごくいいと思ってて、親がちょっと話し合おうよっつってもあまりこう乗り気じゃないこともあるかもしれないし、我が子が一生懸命作ってくれたものを無視もできませんからね。まさに今中島さんがおっしゃったように、児童たちがこの広島マイタイムラインを家に持ち帰って家族で一緒に考えるというところもポイントになっているんですよね。話を聞かせてくれた岩井さんのご両親にもちょっと話を伺ってみました。万が一子供が家で一人でもこれをヒントに行動できる、また子供と親も安心。ご家族で避難先ですとか、避難開始のタイミング、またそれまでの準備、そしてそれぞれがやる役割というのをですね、事前に考えて、共有していただくということが、そのいざという時の行動につながりますので。この広島マイタイムラインデジタル版をウェブで公開中。パソコンやスマホで誰でも簡単に作ることができるので、皆さんもぜひトライしてみよう。これから9月にかけて台風などによる大雨も心配な季節がまたやってきます。備えあれば憂いなしということで、しっかり備えていきたいですね。